続きましてご紹介するのは同じく34からベリーツリー。こちらも新しいコレクションではないんですけども、皆様にとてもご愛好いただいておりますので今回掲載することとなりました。今回掲載するお色味は3色。こちらですね、2012年春夏コレクションのメリーキーというものから取ってきているアイテムとなっております。シンプルな絵画に大胆に水彩画調で描いたベリーがポイントになっているアイテムとなっております。一番左の緑のお色味のベリーツリーに合わせておりますのはこちらウィズの36番色となっております。こういったベリーツリーのところに合わせていただく達成としましては、弊社の継続の取り組みハイバックとなっております。カワリーの2062、こういったようにベリーツリーのベリーとバーリーのマリンコスのポンポンと合わせていただければ可愛らしいコーディネートになるかと思います。続きましてご紹介するのはビス、ビスの中にお母さんのですね、デザインはお母さんのものが入っておりましたが、今回ボリューム16の方に移しております。またそのお母さんは今回青い幸せの青い鳥というものをテーマにして描いたアイテムとなっております。今お見せしていますのがバードガーデン、そしてバードガーデンリトル。バードガーデンの柄行きをやや小さくしてバードガーデンリトルとしております。そして色合いも少し変えております。こちらのバードガーデンリトルの後ろにつけておりますのはカーレ6番色の緑のお色味と、そしてスワンの緑のトリムとなっております。そして今回またバードガーデンのブルーバードとしまして、シアー生地の掲載をしております。こちら3つすべてお母さんのデザインとなっております。また今回ブルーバード、バードガーデン、バードガーデンリトルとすべて、デジタルプリントを国内で開発したものとなります。美しいお子さんの水彩画調の独特な特徴がですね、とてもデジタルプリントでよく表現されたアイテムとなっております。またブルーバードなんですけども、こちらもともと刺繍を施した生地がございました。そちらの刺繍をした生地をプリントしデジタルプリントとして今回こちらのシワのところに載せたものがブルーバードとなっております。